平凡な町の平凡なうちのもとで4人の子供がフルーツをぶった切る忍術の秘伝書を見つけた。若き忍者がその力を借りてすごい悪と戦う。すごいじゃなくてひどいかとにかくフルーツ忍者ここに見座。魅惑の仮面。相手を倒すために大事なのは力じゃなくて隠密と賢さだよ。敵に気づかれずにこっそり近づいて顔にヌンチャクを食らわせるんだ。賢さ？ふっ、つまんない。大事なのは何といっても忍術よ。ダイナミックなものがいいわ。みんなダメだな。もっと自然に身を任せないと。宇宙からの恵みを受け取らなきゃ。僕はズッキーニのフライは頼んでないけど、今こうして宇宙からの恵みを受け取っただろ。俺のズッキーニどこ行った？信じられない、ついに俺のものだ。俺たちのだろ。まあそうだな。見ろよこの仮面を。伝説の揚げたて魔術師の仮面だ。秘密の7種のスパイスを使って僕のご先祖様が作ったんだ。それをつければ最高の頭脳と、どんな敵のお尻でもお仕置きできる力が手に入るんだろ。いいか、俺はこれで秘めた力の全てを引き出してやる。待てよ、身につけるのは僕だぞ。これでようやくフルーツ忍者どもをやっつけられるんだ。ついにだな。欲深いあいつらからジュース術のパワーを奪える。俺はもう無敵だぞ。俺たちはだろ。もちろんそうだ。だが一番に身につけるのはこの俺だ。なんで？それは僕のご先祖様のものだ。見つけると言い出したのは俺だぞ。どこにあるか教えてくれたのは僕のママだ。この問題はもっと賢い方法で解決しないと。え？仮面は？本当にそれで強くなれるのか？巻物に魔法の装備のことが書いてあったけど、バカバカしくない？最高のパワーを引き出せるのはフルーツだけでしょ。それは嬉しい。ではお願いします。その仮面って意外といい値段がつくかもしれないよ。俺は食事を運ぶトレイを油の中に落っことしただけだと思うぜ。どちらにしてもさ、マーク侍とドリアン・グレイに持たせておくとろくなことはないな。確かにね。それを使って絶対何か悪いことをするわ。油の跡のせいだよ。じゃあ足で追っ払ってやろうぜ。いやうわー、それぞれみんなの強みと弱みが全部見通せるわ。すげーな。ニアを見たか？仮面の力だ。ねえ、僕にも貸して。ちょっと返してよ。すべてのものの内側を見てたところなのに。何が起きたんだ？ねえ、どんな技を使ったのよ。技を使うのなんてもう時代遅れだよ。僕にも使わせて。止まれ。みんな心の中ではドリアン・グレイに使われてるって分かってるんだろ。なら今こそ自分自身を取り戻して夢を追ってみたらどうだ。な、ラルフもどう？いや、いい。使いこなせればすごいぞ。先ほどわしに電話をくれたのはどなたかな？イニシエの天ぷら仮面を売りたいとか。パン？だってすごく古そうで、古いものってだいたい価値があるだろ。もしかしたら100ドルくらいはするかも。いや、イニシエの天ぷら仮面は比較的よく手に入る品なんじゃが、わしのとっておきと交換してやろうか。これは古いヨーヨーだ。これでどうじゃ。ヨーヨーだって？いいぜ。いや、それはお断りだ。まったく冗談じゃないよ。なあ、俺が道場で見つけたこのテレビとヨーヨー交換してくれないか？この仮面本当にすごいよ。僕の考えが正しいって教えてくれた。大事なのは賢さなんだって。え、冗談でしょ。分かったのは忍術は精度が大事ってこと。3つの動きで倒せたわ。僕は2つの動きで倒した。
僕は敵に触れずに倒したからね。俺はトレイに頼ってないぞ。この仮面は僕が身につけるべきだ。そしてもっと賢くなるんだ。ふん、ここやめとけ。やっぱりそこに置いたか。チェックメイトだ。もちろん私だって賢くなりたいわよ。だからこれを使ってもっと効率的に戦う力をゲットするの。君の番だよ、フルーツニップ。ねえ、今の聞こえた？仮面は自然の流れに従えってさ、それでその流れは僕の方にあるんだって。最も強く勇敢でハンサムなフルーツ忍者、今から俺たちとチェスで勝負を。勝った。何？どうして困る？変な妄想はやめて、仮面は私につけてほしいって。なあ、誰が身につけるかで言い争うのはやめよう。僕が身につける。だから、これはただのトレイの天ぷらだってば。おい、なんだよ、店員が誰もいない。なんだお前ら、とにかく頭を冷やせ。ほら、俺の技を見ろ。スパイスの匂いをたどってきたら、まさかもっと美味しいものと出会えるなんて思わなかったぞ。フルーツ忍者ども、みんな生け捕りにして天ぷらにしてやる。ドーナツの穴を食べたことあるか？あるわけないだろ。お前が？どうやって？ドーナツを投げろって声が聞こえたから試したんだ。どうやらこの僕は歴史上で最高の天ぷら侍になれたようだな。お前みたいな安っぽいただの忍者とは違うんだ。こいつらを DFS バーガーに運べ。僕はここをどう模様替えするか考えないと。ふん、僕と同じサイズの銅像をここに置くのもいいかもね。かなりまずいんじゃない？このままじゃ油の中に落っこちちゃう。私たちみんな天ぷらにされる。僕に仮面を譲ってくれてたら、マークに悪事をやめるよう説得できた。何よ、セブはいつも口ばっかり。私だったらあいつらとの戦いを終わらせられた。流れに従わないから悪いんだよ。君たちの方に流れは来てないだろ。誰が悪い？いや、悪いのはみんなだ。なんだよ、俺たちは4人のアミーゴだろ。共に戦う忍者で仲良し4人組なのに、今の状況はなんだ。単なる天ぷら。4人だ。あんなバカらしいトレイの天ぷらのせいでな。みんな一人一人がかっこいい忍者だろ。チームで戦えばもっとかっこいいさ。真の強さって真の友情のことだろ。いいこと言うわね。ヨヨに書いてあった。強さとは友情だ。はあ、認めたくないけどヨーヨーの言う通りだな。みんなすまない。うん、だけどさ、どうやって出るつもり？待って、手はある。パン、流れはあなたにあるんでしょ。あのパイプにヨーヨーを巻きつけてくれる？じゃあラルフ、この檻の床をこれで打ち砕ける？僕は何すれば？難しいスピーチでもしようか？じゃあ天ぷら侍にお仕置きしに行くっていうのはどう？お安いご用さ。まずこの辺に僕のテレビを置いて、あっちの方にはもっと大きなテレビを置くんだ。だからこの部屋はテレビルームだ。おい、そこまでだ、マーク侍。フルーツ忍者が好き勝手にはさせないわ。残念だけど天ぷらにはなってない。今すぐお前らをぶった切ってやる。どじやろ、手伝えよ。ちょっとごめん。
ドジなもんでな。俺のものだ。ナルク、身につけろ。ただのトレーだって言ったろ。僕の賢さの元を食べやがったな。おいラルフ、だからさ、なんで仮面を食べたんだよ。ああ、さっきも言っただろ、あれがトレーだってみんなに証明したかったんだ。でも、だからってなんで食べる必要があったのよ。まあ、だってあれもう天ぷらになってただろ。まあ、とりあえず、本当にごめん。お前の考えを無視して。ああ、気にすんな。ヨーヨーが戻って嬉しいんだ。な、見てくれよ。うっ、うわあ、いつの間にできるようになったの。さあな。だが突然コツが分かったんだ。だって言うだろ、練習よりも心が大事だってな。先生の豆知識。洋梨の木はとても頑丈で、家具の木材にも使われる。